今日は戒名についてお話をさせていただきます。我々の名前というのは自分の両親や祖父母から命名をされたという意味ですが、戒名というのはそういった意味ではなくて、受戒の儀式によって得た名前という意味です。お釈迦様の時代、多くの仏道修行者が何十人何百人といる中で共同の生活を営んでおりました。仏道修行を続けるときには自らの指針となるべく戒め事、決まり事というものが必要だったわけですね。この仏道修行を続けるために授かった名前というのが戒名ということになります。最近は生前に戒名を授かる、こういったことが少なくなりましたが、本来は戒名というのは仏道修行を続けるためにいただく名前でございますから、生きているうちに戒名を授かることが正しいわけですね。戦国時代の武将というものは自分たちが他の者より優位に立つために他者を殺め、押しのけ、蹴散らせながら前に進んでいきました。そういった行いをすべて悔い改めて懺悔をするために戒名というものを授かっています。ですから非常に仏道に対して信仰心が厚く、帰依の心を持ち合わせていました。私は弁網という僧名をいただいておりますけども、これがすでに受戒によって得た戒名ということになります。戒を得る前にしてきた行い、自分が知らず知らずのうちに他者を傷つけたかもしれない、こういった行いすべてを懺悔をするという必要性があったわけですね。現在では葬儀で受戒という儀式を行って、それに伴い戒名というものを授与いたします。この受戒という儀式を行う前に、必ず今までしてきた行いというものを悔い改めて懺悔の心を持ち、罪を滅する滅罪という作法を行います。新しく仏道を志すためのお名前、戒名を授かることになります。戒名にはさまざまな位がございます。これは年齢や性別、その方のしてきた行いによって違ってきます。戒名の位というものは、そのものの仏道に対する修行の心や行いが示された名前ということになります。お布施や戒名料によって位が違っているんではないか、お寺との付き合い方によって違っているんじゃないか、このように思う方がいらっしゃいますが、そうではございません。あくまでも受戒という儀式によって授けるべき名前ということになります。戒名を授ける儀式というのは、同志である自身自らが正しい決まり事を授与するための役割を果たすことになります。仏式の葬儀では戒名を授与するということが前提です。生前にあった行いというものを悔い改めて懺悔をし、してきた行いすべてを見つめ直して、罪を滅する滅罪という儀式をした上でお戒名を授与いたします。今日は戒名についてお話をさせていただきました。